全国的な傾向ではありますが、農業に携わる人は減り続ける一方、農業をビジネスとして行う農業法人の増加が続いています。特にここ数年、北杜市を中心に大手企業が山梨に広大な農場を開設する動きも増えています。日本一の日照時間に加え、自治体の支援が手厚いことも理由となっています。そんな中、ある作物に特化し、先進的な栽培方法とこだわりの商品化によって全国的に注目を集める企業があります。日本一のものづくり集団を目指すベンチャー農業法人とは。その昔、武田信玄公は金山を開発し、優れた経済政策で戦国最強の軍団を作りました。今を生きる山梨のビジネスリーダーに受け継がれるひらめきとこだわりに迫ります。信玄のひらめき。今回のひらめきは、農業が非常に将来性があるビジネスだなというふうに感じてまして、法人として農業に専業してですね、まあ国内の食料生産にも貢献していきたいですし、一つその農業法人としてある程度の規模の会社を作り上げていきたいと。北杜市長坂町、一見巨大な工場のような建物が並びます。中には一風変わった農場が広がっています。そうですね、ここは全部トマトですね。だいたい1万2000本ほど苗が植わってます。甘さだけではなくて、酸味とあとトマトのコク、あと少しちょっとこう青臭さというかトマトらしさみたいなものも兼ね備えたトマトを作ろうということで、栽培をしています。農業生産法人株式会社リコペル、北杜市内の2カ所の農場で主にトマトの生産販売を行っています。ビニールハウスの農場は合わせておよそ7000平方メートル、山梨中銀スタジアムのフィールド部分とほぼ同じ広さです。売上の9割を占めるメインブランドの桃色トマト、糖度はイチゴの甘さに匹敵するほど、しかもトマトらしい酸味とコクを合わせ持つことが特徴です。日本古来の色で桃色という色がありまして、漆とかで使われている色なんですけれども、その色に似ているということでつけてます。あとは思い色の思いっていうのが、まあ、美味しいものを作りたいという思いと、まあ、こう同じ言葉なので、まあ、そういった気持ちも込めてですね。会社設立から6年、当初は病気が発生し目標収穫量に届かず、ようやく3年目に収穫量と品質を安定させることができました。隔離用液土耕という栽培方法で、プランターの中にですね、トマト用の培養土を入れて、そこにトマトを植えて栽培をするという方法になっています。メリット的には、まあ、地面に植えた場合に比べて根っこの張りがこう制限されますので、トマトが程よいストレスを感じて味が濃くなったりですとか、ちょっと甘くなったりですとか、まあ、味が良くなるということを期待できる栽培方法になっています。単価の幅が結構広い、作物でして、で、まあ、美味しいものを作れば高値で取引ができると、非常に特殊な野菜だと思ってます。であとは国内のその消費量で、ナンバーワンがですね、野菜の中でトマトなので、それだけ需要があるということもあります。さらに人気は桃色トマトのジュース。添加物は一切使用せずトマトのみ。
50個分を凝縮、全国的な人気となっています。こうした6次産業化にも積極的に取り組んでいます。大手金融機関を経てものづくりをしたいと農業で起業した米田社長、そこに見つけた農業の将来性とは。北杜市はですね、まず気象条件がトマトを栽培する上で非常にいい場所になります。まあ、日照時間がやはり日本トップレベルというところが非常にいいところ であとは大消費地の東京に近いというところで、物流面でも非常にコストがかからないというところでメリットを感じて、参入をしました。農業生産法人リコペルの米田社長、広島に生まれ九州大農学部大学院を卒業後、大手金融機関やベンチャー企業を渡り歩いた異色の経歴の持ち主です。農業をビジネスにという思いに至ったのは、農業が非常に将来性があるビジネスだなというふうに感じてまして、やっぱりその国内で、今農業に携わっている平均年齢の方というのがもう70代というふうに言われてます。であともう10年20年経つと農業する人がすごく減ってしまうと。で日本の人口自体も今減ってますけれども、それ以上に今まで頑張って食料生産されていらっしゃった地方のご高齢の方の引き継ぎができるように今国がなっていないという状況が問題だと思ってまして、法人として農業に専業してですね、国内の食料生産にも貢献していきたいですし、一つその農業法人としてある程度の規模の会社を作り上げていきたいと。高齢化が進む日本の農業、そんな中リコペルのスタッフの平均年齢は38歳、しかもスタッフの多くは女性。農場ではパソコンを駆使した先端農業です。科学的な視点で農業をやっているというところが強みだと思っています。ハウスの中に、センサーを置いたりですとか、IoT も駆使したりですとか。ハウス内では光、温度、湿度、二酸化炭素濃度など生育に関わる環境を常時モニタリング、栽培環境をリアルタイムに評価しながら常に生育に最適な条件となるよう管理が行われています。植物が二酸化炭素を吸収して、栄養を作るんですね。そうするとハウス内の二酸化炭素がなくなってしまうんですよ。そこで、局所的に必要な量の二酸化炭素を設定して供給していくということで、栄養を継続して作れるということですね。糖度や酸味のバランスを取るために土壌中の栄養素を分析、葉の色や数、茎の伸びなど生育状況もすべてデータ化し、作業計画や栽培管理を行っています。なかなか私たちはその食べてくれるお客さんの顔っていうのがわからないんですけど、そこまで意識しながら、どういったものが、お客さん求めているのかなっていうのを意識して、作るようにはしています。挑戦や試行錯誤が許される環境は社員のモチベーションアップにもつながっています。その試行錯誤の中で行き着いた農業の面白さとは。一般的にトマトって、夏場の食べ物だというふうに、思われていると思うんですけれども、一番おいしい時期は実は冬なんですよね。なぜかというと、でじっくりこう味が乗りながら色づいて収穫をするので、そう今美味しいですよっていう北杜市の農業生産法人株式会社リコペル、トマト以外の生産にも取り組み始めています。今新たに夏場のイチゴ、夏イチゴの栽培に取り組み始めてまして、標高の高いところにいるというメリットを生かしてですね、
今国内でその夏場のイチゴっていうのは輸入品がほとんどなんですけれども、標高の高いところや北海道であればギリギリ国内でもイチゴが作れるようになってますので、ぜひその夏場のイチゴをですね、ショートケーキとかお菓子用に出荷をしていこうということを今考えています。農業に最適な場所として北杜市を選び、勘や経験だけでなくビッグデータと科学技術を活用して安定した品質の農作物を生産、さらに加工品の開発や世界を視野に入れた販路の拡大を目指しています。その中で感じ取った農業の面白さとは。自分の思い通りにならないことが結構あるというか、植物のことってまだ全然実は分かってないことだらけなんですよ。なので毎年違うんですよね。ものづくりっていう部分で、うちの社員たちは多分それ感じてると思いますけど、すごくこう職人的なものが求められる分野でもあるかなと思っていて、農業本当に何十年やってるすごいベテランの方もよく言うんですけど、所詮自分たちは20回か30回しか栽培の経験がないんだと。だから毎年毎年、新たな挑戦だったりとか、新たなその栽培手法みたいなものをこう考えて、こう新鮮な気持ちで取り組めるっていうのは、これは農業すごく面白いなっていうふうにすごく感じてますね。わからないからこそ